ちゃん、そしてフニャ、そしてズレちゃんです2人が来てくれるっていうんでお客さんが増えたから良かったよ。みんなお待たせ。あ、これこっちか。ウィラムくれ、ハローくれ、お金をくれ。みんな多分言ってるよね、こういうことね。さあお待たせいたしました。もう勝手にやってみるの。勝手にお願いしていいですか。かしこまり。とにかくお客さんがいるっていうのが嬉しい。俺はかしこまり。さあいよいよお待たせいたしました、ズレフェス秋冬ツアーが始まりました。イエーイ。今日はその初日です。クレ 2days。 今日はこのステージと明日まで多分ね2時半ぐらいからやろうかなと思ってます。明日はメインステージでもね、コタのステージが11時10分、そしてフニャが1時半、1時15、1時20分、 OK 当たってるぐらいから始まりますのでね、ぐらいからそんな感じでね、メインステージの方も出ますけれども、最後の締めはここです。約束の地。さあ今日もねたくさん盛り上がっていきたいと思いますよ。じゃあオープニングはこの曲からいってみよう。マッチョマンのおにぎり。I know.
鶴山ズレことフニャッシーとカッパの答えだよ。良い旅よ、ね、さあ盛り上がってまいりました。ここはあんまり風ないんだね、ちょうど影になって。本当ねえ、向こうすごい風だったけど、そこだけ見るとすごい風吹いてるっぽいけど、ここはねちょうど影に当たっていい感じだと思います。入ったかな。あ、入りました入りました。はい、こっちもね結構ね風強い、だけどあっちの方がこれがないからもっと、うん、そうね、うん、テントがもう本当飛びそうだったからさっきガチッと押さえた。さすがちょっと男が出ました。ガチッと捕まえるのはやっぱりね、そうなの、力持ちすごいなけど、やっぱり盛り上げてくれてありがとう。いえいえ、まだまだ歌わよ。ここがこんなにお客さんで溢れて嬉しい。そう、お客様と会えて、皆様の愛がね、私たちの何よりのギャランティーですので、本当もみんなまた投げキッスやってるのをずっとね体験これだね。さあ続いてはね、まあ明日本番ですけど、今日ちょっと練習しておきましょうかね。いきましょうか。コタローのテーマソング、愛のしりっこだま。奇跡を起こす愛言葉。
カッパダンスはカッパカッパ左右上上左右上上左右上上志村けんってね、覚えてくださいね。改めましてね、ちょっと自己紹介しましょうか。今日はですね、ズレフェスプロデューサー兼アクターふにゃしー、そして十件カッパの小太郎、ね、振り付け全て完璧でございます。そして私、ズレ山ズレ子です。ちょっと軽くお知らせをいたします。11月15日新曲2曲同時リリースいたします。はい、ですね、今回はですね、ちょっとお金を出してくれた人がいまして、企画名がただマネープレゼンツご当地ソングでふるさと応援プロジェクト、その第一弾として京都の歌を作りました。そのタイトルはカモン京都コンチキチンクピーブルース。とてもジャズなね、いい曲でございます。ジャズよ、ジャズ、本格的ジャズでございます。そして第2弾、北海道のテーマソングです。北の熊男。こちらはですね、細川たかしもびっくりな動画でございます。ぜひ11月15日デジタルリリースをいたしますので、お持ちの iTunes とか Apple Music とか、Spotify とか、あと何 AW なんとかとかいろいろあるでしょ。全ての、サービスを網羅してますので、あ、網羅っていうのもあるよね。全部皆さんぜひお手持ちのやつで聞いてください。 CD 化はですね、5、6曲出したところでちょっとアルバム作ろうかどうか考えます。はい、そしてもう一つ大きなお知らせが、この2曲がなんとカラオケ配信が決まりました。そう、なんか知らないけど審査通っちゃったんです。審査通っちゃって、まずはジョイサウンドの方から、あのリリースから少し遅れて出ますけれども、で来年の1月にはダムの方でも配信が始まります。これでね、またちょっとした印税がガッポガッポな感じでございますよ。で続けても今もう第3弾第4弾作っておりますので、第2弾はちょっとヒントはこれかな、あ、第3弾はこれかな。そう、婚約しちゃったからちょっとね、あの海を渡って高知の歌を作りますよ。そしてあのそれに合わせた T シャツもですね、11月11日のやっとあのズズマルシェが今あの倒産の危機にありましてズズマルシェの運営会社がちょっとね、共同経営で相手がお金も持ち逃げされてやばかったんです。でそれがちょっと持ち直しましたので、11月11日に、また生配信しますので、ぜひ鈴丸市へ見てください。 YouTube の方でね、 YouTube じゃないや、Twitter の方でまたこれは詳しいご案内いたします。そしてなんかある、
今日のね、2時過ぎぐらいからサインとか書きにブースの方にね、私たちまた遊びに行きますので、いっぱいまた写真撮ったりね、物買ってもらったり、フィナンシーはあれだ、10% かかってるしね、売り上げの 10% マージ、小太郎も 1% もらわなきゃいけない。頑張って今日はね、売りに行きますので、ぜひそのそちらも遊びに来てください。ではズレフェス今日の初日、最後の曲となりましたね。さあそれは体力次第ね、ではね、ここ呉の地で初めてやりますね。真ん中来る？真ん中来ようよ。いいね。またまたぐるぐる回って。じゃあコタ左行けば。結局こんな感じ。ねえ、真ん中来ようよということでね。じゃあ今日は私がリードして歌いたいと思います。割り箸恋占い、この恋はつとんつかみ取るなしでいっちゃうよ。
前練習してなかったから振り付けちょっとやばかったさあ楽しい時間はあっという間でした。うん、それですどうするどうする、著作権会議3人がこんなに何どうする、ダンス揃ってびっくりしちゃった久しぶりに見たら、パラメンコパラメンコパラメンコ大丈夫、大丈夫、次のキャラさん、ま、恐れを出して大丈夫大丈夫大丈夫、じゃあアンコールへ行きましょうか。じゃあですね、パラメンコ1か 7番目、はい、振り付け覚えてるかな、あのみんな大丈夫だよね、みんな体力が一番心配だからね、ズリちゃん大丈夫、私が一番心配そうだねそうだね、聞く順番間違えた、ズリちゃんの話だった、ね、今日はね、クラエに集まってくださった皆さんのためにもう一曲捧げます、お願いします。ではお聴きください、ここクラエの街で一からバラメンコビビショニティやり遂げたあの
すごいな。クリアと答えよりクリアちゃんが一番心配。体力。もうほらみんなキャラちゃん疲れてるから皆さんねって言うんだけど、クリアちゃん疲れてるからクリアちゃんすんなり返してあげてくださいね。大丈夫よ。酸素は酸素。ありがとう。飛行機に酸素積めないからね。もう大変。いや久しぶりに見た。須崎行ってないから本当久しぶりに見た。明日は2時半からよ。くれファイナルやりましょうね。マッチョマンもいっぱい来てくれるといいな。みっけちゃん遅い。みっけちゃんみっけちゃんダメ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 。もうずれちゃんが心配。もうずれちゃんがね。あ大変。もうなんか3年ぐらい顔が老けた感じ。まあみっけちゃんあらまあらまみんなの愛がね、不毛の愛が実ることのないこの男と女の愛ねえ大丈夫よ。さあそれではね、私たちまたなんか振りに行かなきゃいけないからね。さあみんなでやろうよね、もうみんなもうお写真撮って俺にしようか。そうね、源ちゃんもこっちにお写真だけ一緒に、まあ、入れてあげてください。源、うん、ちゃん入れてそこどうぞ間入ってやっていいですよ。そうそうそう、一緒だから、せっかくだからお写真だけみんなで集合写真撮って、もう待っててくれてるからちゃんと見せないと絵柄をね。ね、そう源ちゃん源ちゃん来れる？入れる？入って入ってで上どうぞ上がっちゃってください、うん。あ、なんかすごいテナーサックスできるんだよね。へえ、コラボしましょう今度。じゃあみんな、はい、みっけちゃんこっち側、あ、うん、みっけちゃん反対側こっち来てもらっていいのがいいかな。くるくる、あ、でふにゃそこでいいから大丈夫。ここでじゃあずれる、うん、はい、じゃあお写真どうぞ皆さん。さあ綺麗に撮ってね、アプリで撮ってね。右からぐーっと回ってるよ。じゃあ右から少しずつ右、あ、右どっちこっちで、私たちから見て右がいいっていう、ね、はい、そうですね、右から見てずーっとゆっくりいっぱいみんなの視線、はい、ゆっくりゆっくり、ね、カメラ目線していくからね、はい、だんだんと左に行けばいいですよ。正面通過です。さあ俺ズレちゃんのお尻取ろうかな。いやー誰か揉んでる。じゃあ少しずつ左側行きますよ。はい、みんなのカメラ目線していきますからね。はい、大丈夫かな。撮れました皆さん。あの市役所のところの公園にシルク玉が1個落ちてましたからね。そう、私がツイッターで上げてたあのシリコ玉は市役所のところの公園にあります。2人でなんか弱々しい子供が2人で持ち上げてますんで、みんな持ち上げるの手伝ってあげてくださいね。いけたかな。マイケル、ちょっとズルちゃんちょっと待って、ね、スタッフ写真とで、宇沢さんがさっき撮ってたかな。あ、どこに向いちゃった。あ、撮ってる、大丈夫ね。宇沢さん正面にいます。こっちから行こうかね。ちょっと待って、あのちっちゃい子供が、前の女の子が撮れたかな。でこよ、大丈夫、綺麗に撮れてる。動画撮れた。はい、じゃあ最後反対側から撮ろうかな。そしたら、うん、こっち側から、うん、反対側からこっち撮るんで、じゃあ皆さんすいません、お顔をツイッターあげたいのですいません。あの顔見せたくない人は自分で顔。宇田さんもこっち来れる、うん、配信中ね。了解。じゃあこれは、あ、ちょっと待って、げんちゃんふにゃの後ろもっとぐーってみんな寄れるかな。寄って、いける。いきますよ皆さん、はい、撮るわよ。チーズ何枚かもらえます。せーの、はい、チーズ。はい、お客さんにちょっと入れなくてごめん。くれ出していきます。せーの、くれ。OK、 はい、ありがとうございました。よくした、よくした。この光景久しぶりだわ。さあ、じゃあカーテンコールしましょうかね。
はい、今日も皆さんお集まりくださいまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。ゲンちゃん多分キョトンとしてると思う多分。この後ゲンちゃんちょっとね紹介しますんでね。じゃあゲンちゃん真ん中どうぞどうぞ。せっかくだからゲンちゃんみんなお客様いっぱいいるところですちょっと吹いてもらおうかな。そうですね今ねちょっと1曲だけはい、はい、ずれちゃうと座ってくださいってもしよちょっとこのままね皆さんこう測れていかれるとすごく寂しいんでね今チャンスです、はい、今チャンスです。ちょっとじゃあセッティングちょっと お時間いただきますね。はい、ずれちゃうどうぞどうぞ。こうたミッケちゃんとかもどうか座れないかこうフィネとか大丈夫。そうゲンちゃんのサックスをそうはいはい。すごい。僕も須崎では何度かはいステージサブス見させてるのを一緒にやらせてもらってそうなんですよ。なかなか普段僕も西に来ないからいつもツイッターが神々しいツイッターをなんか人工呼吸しているみたいに喉にこのグッとリードを差し込むところがねちょっと明日本番なんですけどね今日ちょっとよく今日しか来られない方もいらっしゃる。あ、どうぞどうぞどうぞマイク、はい、せっかくなんでせっかくお客さんがいるところなんでたくさん明日が本番のステージになりますけど明日はまた一曲別の曲を弾かせていただきたいんですけどちょっと軽くですねせっかくこうやって出ていただきます。はい、水がつきもののゲンちゃんのサックスなんですけどそれも愛嬌で、またお聴きいただけたと思いますけどちょっとセッティングしますね。どうぞ。すごいゲンちゃんじゃあどうしましょう。以前前回クレに来た時に、はい、上を向いて歩こうを、まあ吹かしてもらったんですけどその時に鐘が鳴るんですよね。あちらのステージのところですね。カーン、はいはいはい、そのカーンがそのタイミングが良くて、ゲンちゃんすごく都合にはまってしまって吹けなかったというね、そういうこともちょっとあったんですけど、はい、そのリベンジでちょっと聞かせていきましょうかね。はいはい、それではね、こういういい天気なんで、ね、皆さんも本当気持ちもね、上を向いて歩けたらと思うんで、上を向いて歩こうで、はい、お願いできたらと思います。OK でしょうか。はい、ミスマイ今日でまたよろしくお願いいたします。それではゲンちゃん、OK です。はい、よろしくお願いします。ネタでしょ絶対。どうでしょうか。拍手すごーい。320点いただいてよろしいでしょうか。80点は明日で追加は、はい、ありがとうございます。ゲンちゃんいいタイミングで来ましたね。さっきまでお客さんいなかったの で、 あ本当で今一番お客さんいる時です。よかったです。ありがとうございます。だからねちょっと寂しいで聞いてたんで聞いたらいいかなというところでミッケちゃんとねちょっとさっき話してたんですけどはい
はい、すいません。まあ、明日ステージまたありますので、よろしく。明日はまた違う曲で。そうですね。はい。ぜひまたよろしくお願いいたします。リアスです。すいません。ありがとうございました。日本カワウソのゲンちゃんでよろしかったですね、正式名ね。ゲンちゃん、ゲンちゃんつけるけど。ゲンちゃん、はい、ありがとうございました。じゃあ、みんなも、ミンケちゃんはまだあれかな、踊ってく、踊ってく、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。すいませんでした、ありがとうございます。あれズレちゃん、体力大丈夫？少し回復しました。大丈夫？うん。あ、ゲンちゃんがさ、伊勢崎町ブルースを覚えてきてほしいね。ね。チャラチャチャララララララ、あーあーイントロだけ。今度、ちょっと小ネタ仕込みましょう。ね、ありがとう。頭から出たミッケちゃん、なんかいい、いい、何度も言うけどいいな、お客さんがいるって。お客さんがいるっていいな。せっかくなんで今ミッケちゃんもいるから、じゃあでこれでミッケちゃんが終わったら、みんな解散なので、皆さんも解散にしましょう。でまた僕しばらく寂しくつぶやいてますので。気をつけてそこ、あれ何があるの、コード、あ、それか、そのマイクね、はい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 、これそうですね、はい、仕掛けてた罠だったのに。ミケちゃんは大丈夫。なんかみんな久しぶりだな。すごい、トーシューズもクレになってる、かわいい。それを踏みつけれようっていうコンタク、踏みくれ、踏まないんだよね。そう、さすがのミッケちゃん。ズレちゃん本当に体力回復してる。気遣いのミッケちゃんだよ、やっぱりね。じゃあさすが、お願いします。Oh!
ありがとうございます。キレ見つけちゃう。ちゃんと見たの私初めてかもしれない。すごい。いや、まさかの新時代まで来ると思わなかったな。うん。すごい。すごい、かわいいわ。なんか、今、こう、ミッケちゃんが踊ったり、ズレちゃんとかが歌ったりして、俺、須崎の時にこれそれを見ながらこうやってビール飲んでて、今考えるといい仕事してんなぁ。ここは冷蔵庫ないのね。いいゴミ箱だったなと思って、ちょっと。今いや、幸せの時間だわ。いや、よかった、すいません。ミッケちゃんもありがとうね。ありがとう。で、あの、ズレちゃんもフニャもコタも、本当ありがとうございました。盛り上げてもらって。よっこらっしゃ。ね、本当すごいお客さんも皆さんもありがとうございます。来てくれてありがとうございます。まだね時間はたっぷりありますけども、少しみんな休憩したり、休憩取ったりね、はい、食べ物食べたりして、はい、そうだ、うちらまだお昼食べてなかったんで、食べた？多分さっきねカレーいただいたんで、じゃあこれ食べる？お弁当来てるから、来てる、大丈夫？はい、大弁当、はい、じゃあ、はい、じゃあ次はね、2時ぐらいから向こうのブースの方を向こうで、2時半ぐらい、2時過ぎぐらいからね来てますので、皆さん、はい、また遊びに来てください。ちゃんとお金を握りしめて来てください。ミッケちゃんのブースはどっちなの？あっち、ミッケちゃんはのあっちのこっち側の方だね。あの、行ってちょっと行かないで、うん、ね、またみんなで遊ぼう、はい、ね、はい、じゃあ皆さんもいいで、この後も楽しんでてください。ありがとうございました。はい、コタフニャ、ズレちゃん、ミッケちゃんでした。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。あの、皆さんも遠慮なく、はい、あ、すいません。はい、皆さんもありがとうございます。お付き合いくれてありがとうございます。この後楽しんできてくださいね。さあ、ここからまたしばらくはみんないなくなっちゃうと思うんで、あ、アップはダメ、仕事しよう。自分で寄っておいて、アップはダメ。下映しました、下半身、お尻も映しました。ここくれ、くれの絵をコタが描いてくれました。はい、ありがとうございました。スーさん行ってきましたよ、ね、行ってきた。私迷った、モロが折れそうになりますよね。そう、細い道入ってね。いいね、皆さん楽しそうだね、本当ね。疲れたよ。楽しそう、皆さんが楽しそうにしてるの一番いいわ、本当に。うん、見ていて、あ、ズレちゃんまだその辺にいない？加藤ちゃんどっか行っちゃったね。これ見てなかったから。はい、ありがとうね。はい、コタお疲れ。ありがとうね。はい、お疲れ。
るからこれね。ご飯ゆっくり食べてきてね。はい、皆様楽しんできてね。皆さんもこの後楽しんできてください。ゆっくりしてきて、みんな。うん。大丈夫です。すいません。お疲れ様です。